こんにちは、ドッグラバーの長谷川です。今日の動画は先日の動画でワンちゃんのアップって言ったら抱っこする技、ドッグキャッチっていうんですけど、このドッグキャッチっていうね技をご紹介しますっていうねお話したと思うんで、その動画を撮影しています。そして今撮影しているところがここね、岡山県倉敷市にある和集山っていう山、ここにちょっと休日なんでこの子たちと散歩来てるんですけど、めちゃくちゃロケーションがいいので、ついでにドッグキャッチの動画もここで撮ろうかなと思って今ビデオを回しています。はい、ということでね、ちょっとね逆光で僕の顔が暗くなってるかもしれないんだけど、まあ景色がいいし、僕の顔なんて割とどうだっていいんでね、どっちかっていうとワンちゃんのキャッチ、それさえちゃんと映ってればいいので、ここで今日は撮影していきたいと思います。で、ドッグキャッチができるようになるとどんなことがいいかっていうと、おいでって呼んでね、で、呼んできたけど、ここまで来たけど捕まらないみたいな、そういうことってね、多分ねまあまあみんな経験したことあるんじゃないかなと思うんですけど、そんな時にねアップって言って、ワンちゃん抱っこできたら、まあね自分からもう捕まりに来てくれるようなもんなんで、すごく楽ですよね。はい、それがまず一つで、二つ目ね、まあ、かっこいいね、そうできたら結構ねドヤ顔できるかなと思うので、ぜひぜひねこのドッグキャッチっていうのを、この動画を見て習得していただければなと思います。では早速やり方を4つ5つわかんないけど2のステップに分けてちょっと説明していきたいと思います。はい、ではちょっとやっていきます。まずステップ1、人間がしゃがんでる状態でワンちゃんを左横の位置に、来てもらっておきます。そしておやつを用意して右手でおやつを持ってもらって OK 誘導していきます。はい、でも OK、 はい、こんな感じです。そしてワンちゃんがこのハンドラー、人の膝の上に足をかけたらおやつをあげます。 OK、 はい、まずこれ一つ目のステップ。いや、じゃあちょっと待ってね。よしよし、続いてのステップはこの状態で OK、 よし、アップ。はい、後ろ足まできちんと膝の上に乗れるようにします。できれば大型犬のワンちゃんもそこまで頑張ってほしい。小型犬のワンちゃんはね結構ねここまではすぐできるかなと思うんですけど、普段からね膝に乗り慣れてる子が多いと思うので、はい、よいしょ。で、もう一回やっておきましょうか。よし、よ、はい、よいしょ。でその時にお尻、ワンちゃんのお尻を左手で抱えてあげるようにしていきます。よいしょ。で、ステップ3、それができたら次は何か適当な、椅子とかに腰掛けて、でその状態でさっきと一緒ワンちゃんを、左横に来てもらう。よし。で、さっきよりも膝の位置が高くなるように、ね、しゃがんでる時よりも膝の位置が高くなるようなものに腰掛けてもらいます。で同じです、誘導していきます。 OK、 よいしょ、よいしょで OK です。はい、こんな感じで左横から右横に誘導していきます。はい、こんな感じで乗れるようになってきました。じゃあ次のステップです。じゃあ今度はステップ4、ちょっとね足をクロスして膝、片膝、あ、じゃない、片方の太もも、だけにします。ちょっとオンリーして、よいしょ、片方の太ももだけにして誘導していきます。その時にピョンって乗ってきたらお尻を抱えます。この時の注意点は絶対にワンちゃんを落とさないことです。落としてしまうとワンちゃん怖がって乗らなくなってしまいます。よいしょ。はい、でこの辺になるとね、特にね、小型犬でちょっと高さを怖がる子とか、そうですね、そういうワンちゃんは躊躇するかもしれないので、ゆっくりやってあげてください。もう一回言っておきましょう。もうこの子は知ってるんでね、片方の太ももの上に普通に乗ってくれます。よいしょ。
でもっとできるようになりました。次ステップ、5ですかね。ちょっとやりにくいから場所変えよう。はい、でそれができるようになったら今度は壁に背中をつけて、空気椅子状態を作ります。ここねちょっとね斜めになってるから空気椅子にならなくてすげえ楽。はい、で空気椅子状態で、両足揃えてる状態でもいいね。はい、アップ、この状態で乗れるように練習していきます。はい、でステップ6、空気椅子状態ですごく大変だけど片足太ももにして誘導して片足に乗れるようになるかどうかをテストしていきます。はい、じゃあステップ7、空気椅子状態から脱出して今度は背中が壁に近い状態だけど背中はついていないよっていう状態で片足をこうやって出してアップしていきます。乗っちゃったよしよし、はい、ここがね結構ね、ここも怖がる子多いんで気をつけてください。よし、アップ。で小型犬のワンちゃんの場合は前足をこの右の太ももの上に乗っけてそのままの勢いでピョーンって飛び乗ってくれたら OK です。大型犬のワンちゃんも最初はそれでいいんですけど、それができるようになったら大型犬のワンちゃんはステップ8、何もない状態でアップ、こういう練習に進んでいきます。よいしょ。小型犬のワンちゃんはちょっとね別動画を撮影しているのでそれを挟んどきます。そちらをご覧ください。小型犬のワンちゃんのドッグキャッチは、この炭治郎くんにちょっとお手本を見せてもらおうと思います。じゃあ炭治郎やってみよう。お座り。じゃあ行きます。よし、こんな感じ。はい、ね、わかりました。今僕できました。よいしょ、ありがとう、タンちゃん。よし、こんな感じです。はい、こんな感じで小型犬は膝、太ももを使って乗ってもらうっていうキャッチを教えてもらうといいかなと思います。はい、はい、こんな感じですね。小型犬のワンちゃんもこんな感じで上手に乗れるようになります。で、最終的にはさっきのね小型犬のワンちゃんのように、遠くで待たせてもおいでって言ったらピョーンって乗れるようになってきます。 OK でしょうか。はい、こうやってドッグキャッチっていうのをいくつかのポイントに分けて練習していってもらうと、うまく抱っこができるようになってきます。はい、ありがとう、みやん、ありがとう。よしよし、はい、ということでドッグキャッチの教え方は以上になります。いかがだったでしょうか。まあね、どれぐらいかかるかな、早い子でもうほんと2日3日でできるだろうし、だいたい1週間ぐらいは見といた方がいいのかな、1週間2週間ぐらいかな。まあ練習量にもよるし、ワンちゃんのまあアグレッシブなすごい元気な子か、まあちょっと控えめな子かでちょっとね差は出てくるかなと思うんですけども、そこまでねめちゃくちゃ難しいってわけではないから、ぜひぜひチャレンジしてもらいたいかなと思います。ということでね、今日の動画は以上になります。まあこんな感じでね、皆さんの役に立つワンちゃんの一芸とかそんなのもねどんどん配信していけたらと思います。ちなみにこの和習山の散歩してる動画の様子の動画、それは概要欄の方にね貼り付けております。別動画でアップしますので、そちらの方もねぜひぜひご覧ください。では最後に、この動画が良ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録がまだお済みでない方はぜひぜひチャンネル登録をポチッとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よっしゃー、おりこー、すごいすごい、先生。
いやいいぞ、バス行く。